キラトです。今回は相手を反強制的に好きにさせる方法をランキング形式で5つ紹介します。結論から話すと、反強制的に人を好きにさせる方法は、条件と条件を組み合わせて好きという現象を起こし、相手の脳に好きだと錯覚させれば可能です。あ、結構やばい方法なので悪用厳禁です。本当に好きな人にだけ使ってください。じゃあどのくらいのレベルの相手に対して使うことができるのか。あなたの好きな人はこんな人でも大丈夫です。はじめに紹介しておくと、今から紹介する5つの方法は、1つ使うだけで1日で相手を惚れさせることはできません。5つ全部使って相手に恋心を抱かせられるものです。途中で動画を飛ばしたり、途中までしか見ないと効果は得られません。その点、僕のチャンネルではモテたくなくてもモテてしまうような心理テクニックをガンガン発信していきます。年内チャンネル登録者数10万人を目指しているので、今のうちにチャンネル登録だけお願いします。ではまず、条件と条件を組み合わせて好きという現象を起こし、相手の脳に好きだと錯覚させるとは何なのかからお話ししていきます。まず、人が好きになるパターンは8パターンしかないので、そのどれかのパターンを意図して作り出すことは可能です。詳しい話はこちらのサムネの動画に載せてます。概要欄に載せておくので後でチェックしてみてください。さらに、人間の脳はそんなに賢くありません。本来なら好きだからドキドキするにもかかわらず、別の原因でドキドキしたことも、目の前にいる人のことが好きだからだと錯覚するんです。これを認知的副作用の解消と言います。つまり、条件と条件を組み合わせて好きという現象を起こし、相手の脳に好きだと錯覚させるというのは、人が好きになるパターンに合わせて認知的副作用の解消を利用するということです。これを利用する最も効果的な方法が、2人でご飯に行くことです。うわ、ハードル高い。そう思った人、逆にこう考えてください。ご飯に一回行く約束さえできてしまえば、相手に好きになってもらえ、あとは告白するだけの状態にすることができるんです。本来だったら、地道に LINE を続けるとか、少しずつ階段を登ってもらうみたいなことをしないといけないのに、一回のご飯で付き合う寸前までいけるのは画期的だと思います。大丈夫です。ご飯に誘える確率を上げる方法もちゃんと後で紹介します。てか、なんで普通にご飯に誘うだけで好きにさせられるの？そう思ったかもしれません。その理由がさっき説明したものです。5つのポイントを押さえてご飯でデートをセッティングし、認知的副作用の解消を利用することで相手に好きになってもらえます。じゃあ具体的にどうやってご飯デートをセッティングするのか、そのポイントとコツをランキング形式で5つ紹介していきます。重要度が高く効果が絶大なものほど後半にあります。そして、ご飯デートに持ち込むコツは第1位のところにも関連する話なので、そこで詳しく話します。では最高のご飯デートをセッティングする方法の第5位。第5位は、質問数を増やす。これは2017年のハーバード大学の研究で、60人を対象に異性からの人気のある男女にどのような特徴があるのかを調べたところ、人気のある男女は相手への質問の量が多かったことが分かったんです。質問数が多いと自分に興味を持ってくれていると感じ、好感度が上がるんです。なので、まずはどんなデートであろうと面白い話をしようと考える前に、相手への質問の数を増やすように心がけましょう。続いて、最高のご飯デートをセッティングする方法第4位。第4位は、恋人が多い場所やお店を選ぶ。カップルスポットみたいなところに行かないといけないんですかみたいに思ったかもしれませんが、全然いきなりそんなところに行かなくていいです。普通の飲食店でいいんですけど、カップルが多いところを選ぶといいです。なんでかというと、人間には同調心理があるからです。例えば SNS もそうですよね。みんながインスタやってるから、とりあえず自分も始めようって始めた人多いと思います。同調心理とは、周りに合わせて考え方や気持ちが変わる心理のことです。つまり、デートスポットじゃなくても周りにカップルが多いだけで、自分たちも気持ちや心理を付き合っているかのように振る舞ってしまうということです。これも認知的不協和の解消を使った心理テクニックの一つです。そして、ここからさらに有益な内容に入っていきます。最高のご飯デートをセッティングする方法第3位。第3位は、カウンター席のある店を選ぶ。なぜなら、これはパーソナルスペースを駆使することができるからです。パーソナルスペースとは、いわば自分のテリトリーのようなものです。親しい人や心を許している人とは次第に近い距離で話すようになり、親しくないと少し離れて話すようになります。物理的な距離と心の距離は密接に関係しているんです。そこで、急激に近づくと相手に離れられてしまいますが、普段より一歩近い距離で話すようにする。その物理的な距離に心の距離の方が合わせるようになるんです。カウンター席を使うことで、正面に座るよりも嫌でも好きな人と近い距離にいられるので、心の距離が近くなるんです。続いて、最高のご飯デートをセッティングする方法第2位。第2位は、暗闇を使う。これはアメリカの心理学者ガーゲンさんが行った実験でも明らかになっているものです。心理学用語で暗闇効果とも言われるもので、暗闇が持つ不安感から一体感を感じやすく、他人との関係が急速に親密なものになる効果があります。ちなみに、この暗闇効果の実験では、被験者の男女のイチャつきが激しすぎて、実験が強制終了されたほど効果のあるものです。なので、ご飯デートをするときは薄暗いお店を選ぶようにしましょう。これだけで急速に心の距離が近くなります。そして最後、最高のご飯デートをセッティングする方法第1位。第1位が、デートが終わるまでに次のデートの約束をする。なぜデートが終わってからではなく、デート中に誘った方がいいのかには2つの理由があります。まず、 LINE よりもその場のテンションで OK してもらえる確率が高い。そして、次のデートまでの間、あなたのことを考える時間が増える。あなたも好きな人のことは自然と考えてしまうように、恋愛において自分のことを相手に考えさせる時間を増やすというのはめちゃめちゃ大事です。デートが終わって何日かしてから次のデートの約束をするよりも、その場で約束した方が、その何日か
参加だけでも強制的にあなたのことを考えさせる時間を増やすことができるので、その場で誘った方がいいということです。じゃあどんな誘い方をすれば次のデートの誘いがうまくできるのか、これは1回目のご飯デートを誘う時でも使えるテクニックです。ズバリ次の3つのステップで誘うようにしましょう。1、相手の機嫌を良くするプラス2、今日楽しかったねプラス3、相手のおすすめの提案。まず1つ目が相手が機嫌がいい時に誘う。これは人には気分がいい時の方が協力的になりやすい心理が働くからです。デート後半に差し掛かり、相手のテンションが上がっているようなタイミングを見計らって次のデートの誘いをしましょう。1回目のデートの誘いをする時も、あ、今日は機嫌良さそうだな、そう思ったタイミングを狙うんです。ついてまるに今日楽しかったね、今日楽しかったねと言えば、よっぽどのことがない限り、楽しかった、うん、本当にみたいなイエスを相手から引き出せます。このイエスを引き出した後にお願いをすると OK される確率が 14% もアップします。心理学用語でイエスセットと呼ばれる手法です。1回目にデートに誘う時は、明日学校だね、今日いい天気だね、こんな軽い質問を振って相手からイエスを引き出した後に誘うようにしましょう。そして最後に丸3、相手のおすすめを提案。これは例えばおすすめの映画教えてのように聞いてみて、鬼滅の映画見に行きたいと思ってるみたいに答えてもらってから、じゃあ鬼滅の映画一緒に見に行こうよのように誘う方法です。こうすると自分の趣味に興味を持ってくれた、話を共有できる相手がいる、断る理由がほぼないという状況を作ることができます。ご飯デートに誘う場合も、相手に好きな食べ物とか最近食べたいと思ってるものとかあるみたいな感じで聞いて、フレンチかな、イタリアンかな、こんな感じでおすすめを引き出した後に、俺いいお店知ってるし今度一人で行こうと思ってたからぜひ一緒に行こう、こんな感じでデートっぽくなく全員で誘ってる感じを醸し出すと、断られても大やけどすることなく、相手に警戒心を抱かれることなく誘うことができます。そして面白いのが、デートっぽくない立て付けで誘ったとしても、デートの中身はあなたの好感度によって相手の中でそれがただのご飯ではなくデートだと認識するようになるんです。ご飯に行く前はちょっとご飯に食べに行くという認識だったはずが、好感度が上がりドキドキする体験をすることで、あの時のデートは楽しかったに変わるんです。わかりますか？つまりさりげない感じでただのご飯に誘うことさえできてしまえば、第1位から第5位のテクニックを使ってあなたの好感度を上げ、相手の中でただのご飯が素敵なデートに変わるんです。その結果あなたに恋愛的な魅力を感じ始めます。そんな状態で次のデートの誘いをする、 OK してもらえば次のデートまでの間あなたのことを考える時間が増え、さらに好きになる、こんな感じで連鎖を起こせるんです。とはいえさすがに普通に話せるくらいの仲になっていないとこのテクニックを使うのは難しいので、まだその段階まで来ていない人は僕の過去の動画を見て、好きな人とうまく LINE 交換したり LINE で仲良くなるテクニックを実践してみてください。まとめ、人が好きになるパターンは決められている。好きという現象は認知的不協和の解消を使えば引き起こせる。その一つとしておすすめの方法がご飯に誘うこと。ご飯デートでやるといいこと5つが、質問数を増やす、カップルが多いお店を選ぶ、カウンターのあるお店を使う、暗闇効果を使う、デート中に次のデートの約束をする。デートの誘い方3ステップは、相手の機嫌を良くするプラス小さなイエスを引き出すプラス相手のおすすめを提案、この流れで誘う。大丈夫、安心してこのテクニックを実践してみてください。あなたが成功するって僕は確信してます。それではまた次の動画で会いましょう。